ウゾン君とも戦ったことあるんですね。彼は覚えてるか分からないですけどね、リーボイパークで。はそのリーボイい、パークリーでボイの、パークじゃないや、UMB だ。あ、UMB はい、での、その時まだゾーン・ザ・ダークネスさんですかね。だったかな。確かその時にルミさんに指摘されたんじゃないかな、ゾーン・ザ・ダークネスのダークネスを。なんかそんなラインがあったんですよね、ルミさんが発した。その後ぐらいからゾーンになってたような気もするけど、まあ、わかんないですけど、ちょっと定かではないんで。はい。ですね。そのゾーンさんの印象って何かありますか？あ、本当うまいなと思いましたね、当時から。本当うまかった。当時多分ワニドの1個、2個上ぐらいなのかな。同じく若い世代でいまして、千葉の方で有名なフリースタイラーだって聞いてて。いやー、やってみましたけど、強かったですね、やっぱりね。ああ、すげえ態度だなーって。韻も踏むし、ちゃんと踏むし。うん。まあ、行くべくして行ってんのかな、今の地位にって感じはしますよね。